こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダン、ゲーテさんの神かね。これさ、アンチ16倍のアンチブロックで味方集める、なんか面白いキャラクターじゃん。しかもこいつなんかつくよみゼロで超強そうだなと思ったので、玉露のつくよみゼロに連れてってみたいと思います。スタメンの中で私のつくゼロのスタメンといえばハレックスとかそこら辺だから。で、ニョイボンも今回初めて使ってみる。相当強いらしいからね。じゃあ行ってみましょう。まあここはね、一面はね、右上の角に合わせる。これで終わりだ。で、あとはどうなんですか、この方々どうなんですかね。これアンチブロック、あ、強い、え、強っ。ちょアンチブロック、まあ気にせず、あ、よっぱでいいよ。これ剣がいいね、剣とデリカット。あれちょっと非力だぜ、ね、いきなり非力なんだけど。強し、これは強し、しっかりしなさい。で、アレックスはいいとこにいるね。またスケベなカブロン挟まるか。ノイボーお兄さんはぶっちゃけ何でもいいんですよね。確かね、アンチブロックついてるもんな。これ当てればよしみたいな、そういう雰囲気さえ出てる。強い、ちょっと待って、 何が強いのこれ。右下のモンスターがなぜ死ぬの。ゲーテ普通に友情コンボ強いの、わからんちん。でもなんか今んとこ超強いよ。1,2,3でいけてるもん。やっぱ縦感度や。待って、ゲーテ強くね、この友情コンボ。今の2個目何これ。ゲーテ拡散弾と、なんだ、あ、これウェーブか、これが強いんだ。ウェーブがマジキシなんだ。そういうことね。あ、これは倒せるでしょ。あ、ちょっと待って、倒せなかった。倒せなかったのはいいけど、まあこれで倒せるでしょ、さすがに。しかもゲイでも SS 使えるから使ってみようか。私の言葉は世界を支配する。すげえ。って集めると強いやん、めちゃめちゃ強いじゃん。あ、そう、なんか面白いやってて今スーパーミス。あ、でも確かに、あー、面白い面白い。次は尿意棒ね。あー、そういう感じか。あ、外してる。 SS も結構早い段階で使えるからリーゲンだねこれ。うわ、マジか、これ横間でも倒せちゃうやつやん。これ便利。うわ、いいな。よいしょ、サクサクパンダ超強え。次ハーレーだろ。ハーレーできればさ、仲間に触りたいんだよね。強い、クリティカル、うおー、やるなあんた。いや、何も気にする必要ねえなこれ。面白いやってて、レーブも強えしさ。あ、こいつを呼ぶんだ、知らなかった。それつっこいぞ。これでも倒せるな。あれ待って、孫悟空もウェーブあんのこれもうどれがどれか分かんねえよ。孫悟空じゃねえや、如意棒もこれウェーブ持ってる。初めて使うんだけど俺ウェーブ。どっちもウェーブバカ、そう、みんなウェーブじゃねえかよ。マジかよ。
そういうこと？そういう感じなのね。了解。ここで一発打ち上がる。いや、弱点によってはもうハーレックス最強とんがりも説あるよ。クリティカルで俺運極だからさ、最悪だね今の。最強の仕方しちゃったね。そしたら如意棒は何？ SS 反射タイプになり、それはいいや。ああ、それはない。スピードアップスパ片方か。でも上のゲーテがいろいろといたずらっこしてくれそうな気がしない？どうで？倒しきれない。それは無理か。ボイーン。え、めちゃくちゃいいじゃんこれ。これはめちゃめちゃいいな。なんか久しぶりに机を見せるから面白く感じるかもしれない今。まあ、人って単純だよね。簡単だと楽しいって言って、難しいとつまんないけど。オッケー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 、全然楽しい。いいよいいよいいよ。靴取って回復しながら行くか。やだやだやだねっつって。すげえ全回復。お、ほぼほぼ、あ、もう全回復だ。めっちゃいい。でボス、こんな安心安全なプレイなかなかねえな。チャンギコのプレイにおいて、これパワーアップだよね。しかもちょっと暴れよう。私の言葉は世界を支配する。いやいやいや、原則、おい、原則おい、ここ確か使えば終わるんだよね。ストライクショットー、よし、いいんじゃない、いいんじゃない今のところ。おー、で、しかも飛んでる感じ。あー、ちょっとしか飛んでねえからやめとこう。あれ、カンカンカン、すごいな、あんた。で、如意棒さんでどうにもなると。なんて便利な人たちなんだろうね。オッケー、でかいよ。クリティカル、マジ。やっぱ下倒すか。つえな、逐一つえな。待って、これ出にくいやつだ。だったら回復。オッケー。次がハーレックス。ハーレックスは、うわー、これやりづら。確保できないからちょっとやりづら。うわ、やりづら。やりづらブラザーズじゃんこれ。如意棒さんちょっと何もできないじゃんこれ。で、触るか。いいぞ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 いいさい。あぶねえ、何やってんだよ。マジであぶねえ、マジであぶねえ。5秒前あぶねえ。今見た、なんであんなピンチだったの急に。やばっす。クリニック、マジかよ。もうゲーテももうたまるしな。で、これなんだっけ、セット、ハッピーセットみたいな感じだよねこれ。それで OK OK OK、 いいよいいよいいよ。如意棒さんはまだか。如意棒さんまだ。とりあえず下はまっとくか。下倒しとくか、むしろ。いや、回復しとこう。オッケー。で、如意棒さんで両方とも倒すか。ぽいー。如意棒さんよろしく。目玉は倒す。オッケー。いいぞ。じゃあ、ここで、一暴れしちゃうか、ゲーテさん。これ、ハーレックス当てればいいぞ。世界を支配する。
でかいぞこれは。これめちゃくちゃいいぞこれ。いいよ、杖杖。参っちゃうぜ、この強さ。ストライク、ショット。待って、これ強くね。ゲーテ悪くなくない、ここ。まず、机を見せろ、超使えたね。うん。そういうことでっか。ダダダダン。あ、そう。途中なんか一回死にそうなんだけどね。よし、亀。これね、玉露だから亀なんですよ。はい、ということでね、ゲーテの神化は、つくよみゼロで結構活躍することができました。皆さんもぜひ当たったらね、使ってみてください。以上、ギッコちゃんでした。バイバイ。